南部戦線はアメリカ独立戦争中にフランスがアメリカ合衆国側で参戦してから作戦行動の中心となったアメリカ南部での一連の戦闘を言う。独立戦争の初めの3年間、戦いの舞台は主にボストン、ニューヨーク及びフィラデルフィアの都市周辺を焦点とする北部だった。サラトガ方面作戦の失敗後、イギリス軍は 植民地中央部での作戦活動を諦め、南部植民地で有利な講和条件を作る戦略に切り替えた。1778年以前、南部の植民地は大半が愛国者の支配する政府と民兵隊に支配されたが、1776年のチャールストン防衛、ロイヤリスト民兵の抑圧、及びロイヤリストが強く残る東フロリダから、 イギリス軍を追い出そうとする試みで重要な役割を果たした大陸軍がいた。イギリス軍の南部戦略は1778年遅くにサバンナの占領で始まり、1780年にチャールストンとカムデンで二度大陸軍を破ったことなど、サウスカロライナ植民地での作戦が続いた。ナサニエル・グリーンがカムデンの戦い後に南部の大陸軍指揮を取り、 イギリス軍に対して衝突を避け消耗させる戦略に出た。両軍は一連の戦いを続け、戦術的にはイギリス軍が勝利した。しかし、大半の場合は、その勝利がイギリス軍に損失を出させて戦略的に弱らせていくものであり、大陸軍は勢いを失わずに戦い続けた。このことはギルフォード軍庁舎の戦いで如実に現れた。 カウペンスの戦いやキングスマウンテンの戦いのような大陸軍の勝利も全体的にイギリス軍の勢力を弱めることに貢献した。戦線の頂点を成したのはヨークタウンの包囲戦であり、イギリス軍の降伏で終わって実質的にイギリス軍の植民地における影響力を失わせることになった。バージニア植民地では 歴史ントンコンコードの戦いの翌日にあたる1775年4月20日、共に類似点の多い出来事だが、火薬事件が起こった。バージニア植民地の総督団モア卿が、ウィリアムズバーグに保管していた火薬をジェームズ側のイギリスの武装船に移そうとした。彼は、植民地の社会不安が増しているとみて、バージニア民兵から暴動に必要なものを取り上げようとした。 パトリック・ヘンリーに率いられた愛国者民兵隊がダンモアに火薬の代償を払わせようとした。ダンモアは翌月も軍事物資や補給品の貯蔵所をつかもうとし続けたが、愛国者民兵隊をこれを予測して、ダンモアの到着前に物資を移動させておくことになった。ダンモア日の逃亡独立戦争が始まると、ダンモアは1775年11月に奴隷解放宣言を発して、 逃亡奴隷に自由を約束し、イギリス軍側で戦うよう訴えた。ダンモアの部隊が愛国者民兵を殺し捕虜にした11月のケンプスランディングの戦いの後、12月9日、大陸軍がダンモア指揮下の解放奴隷を含むロイヤリスト軍をグレートブリッジの戦いで破った。この敗北後、ダンモアと彼の軍隊はノーフォーク沖に停泊していたイギリス戦に逃れた。 1776年1月1日、ダンモアは、ノーホークの街を砲撃し焼いた。彼はその夏、チェサピーク湾の島から追われ、復帰することはなかった。ヘンリー・クリントン、南部戦線の時のイギリス軍総司令官、イギリス軍が南部を再度支配するためには、物資と軍隊を運び込む、港の確保が必要だった。1776年6月、この目的のために、 ヘンリー・クリントン将軍指揮下のイギリス軍がサウスカロライナ植民地のチャールストン港にあるサリバントリデを攻撃した。クリントンはサリバントリデのあるサリバン島に隣接するロング島にその2200名の部隊を上陸させたが、いつになく彼はその地域の事前偵察を行う命令を出しそびれていた。二つの島の間の海峡はかなり深く歩いて渡るわけにはいかなかった。 乗ってきた船に再度乗り直して攻撃に向かう代わりにイギリス海軍の指揮官ピーター・パーカー卿にサリバン砦の防御力を落としてくれるよう依頼した。しかしイギリス軍艦の砲撃は砦の防壁の大半に使われていた多孔質のやし材には効果がなくその目的を果たすことができなかった。これは不面目な失敗でありクリントンのカロライナ方面作戦は中止された。 二人の指揮官は戦闘後に襲撃の失敗について互いの火をなじり合ったという。その後3年間ロイヤリストに対する支援がないままに1780年までチャールストン港を愛国者側のように強させたので、このチャールストンダッシュの失敗によって南部は失われたと言われている。この時のサリバン砦の指揮官はウィリアム・ムール・トリーであり、戦いの後に 砦の名前はムールートリデとなった。1776年初期にジョージア植民地の総督が追放され、その帰結としてライスボートの戦いでサバンナ側にいた、イギリスの艦隊がジョージアとサウスカロライナから追い出された。その後大陸軍側はイギリス領東フロリダにある戦闘オガスティンのイギリス守備隊を何度か破ろうと試みた。 そこの守備隊はジョージアなどの南部植民地からそこに逃れてきたロイヤリストの活動を積極的に支援し、ジョージア南部の牛など物資を求めて襲撃してくる部隊でもあった。最初の試みは、チャールズ・リーが大陸軍南部方面軍の指揮官になった後で行われたが、リーが大陸軍主力に呼び戻されたために失速した。二度目の試みは1777年に、 ジョージア国知事のバトン・グインネットが企画し、南部方面軍の新しい指揮官、ロバート・ハウの最小の支援のもとに行われた。この遠征は、グインネットとその軍事指揮官である、ラックラン・マッキントッシュが何事にも合意できなかったために失敗した。ジョージア民兵の数個中隊が実際に東フロリダに侵入したが、5月のトマス・クリークの戦いで撃退された。 最後の遠征は1778年初期のことだった。2000名以上の大陸軍と民兵隊がそのために編成されたが、この時もハウとジョージ役に知事のジョン・ハウストンの間の指揮権をめぐるさかいで失敗した。6月下旬にイギリス軍と愛国者部隊の間にアリゲーターブリッジで簡単な小競り合いがあったが、その結果フローリダはイギリスの固い地盤のままになった。 1778年にイギリス軍が再び南部に目を向けた。南部には多くのロイヤリストが住んでおり、その母兵によって統治を回復できると見ていた。このロイヤリストが支援してくれるという仮説は、ロンドンに逃げてきて、アメリカ植民地担当大臣、ジョージ・ジャーメインに直接会いに来たロイヤリストの証言を元にしていた。失った土地を回復し、 なおかつ王室に対する忠誠を示すことで放送を望んだこれらの脱出者たちはイギリス軍が南部で大きな作戦を展開するよう説得する最良の方法は潜在的なロイヤリストの支持を課題に言うことだと認識していたイギリス軍はまといた地域を解放しさえすればその行動で少なからぬ支援を見出せるという予測に基づいてほとんど戦争が終わり近くなるまでその作戦を 展開した。コーン・ボリスは、サウスカロライナにいる間に、ニューヨークのクリントンに宛てて手紙を書き、ノースカロライナにいる我々のかわいそうな困窮した、友人たちからの連帯感情についての確信、図ってないくらい強いと知らせた。南部戦線の大半でこの仮説は誤りであり、コーン・ボリスは、作戦が進行するにつれて、それを認識し始めた。ベンジャミン・リンカーン将軍、 チャールズ・ウィルソン・ピールがニューヨークを発したアーチボールド・ギャンベル中佐指揮下の遠征軍3500名は1778年12月29日抵抗を受けることなくジョージアのサバンナを占領した。これはイギリス軍にとって重要な意味を持った。1779年1月17日に 戦闘オーガスティンから途中の前進基地を取りながら行軍してきたオーガスティン・プレボスト殉将の部隊がキャンベル軍に合流するまでの間にジョージアの定置地,地方一帯はイギリス軍の支配下に入った。プレボストがジョージアにいる全軍の指揮を取り、キャンベルに1000名の兵士をつけてオーガスタに派遣し、この町を支配し、ロイヤリストを徴兵しようとした。 サバンナ防衛軍の残りはサバンナから約12マイル上流のサウスカロライナのパリーズバー軍に交代し、そこで南部の大陸軍を指揮していたベンジャミン・リンカーン、少々の軍隊と遭遇した。リンカーンはチャールストーンからプレボストの軍隊を偵察し対抗する意図で、その軍隊の大半を連れてきていた。2月初旬、プレボストは数百名の部隊をボーフォートに派遣し、おそらくは キャンベルの動きから、リンカーンの注意をそらせようとした。リンカーンはその部隊を排除するために、ムールトリー将軍と300名の部隊を送ることで、反応した。2月3日に起きた、ビューフォートの戦いはほとんど決着がつかず、両軍ともにその基地に戻ることになった。一方、キャンベルは、大きな抵抗もなくオーガスタを占領し、ロイヤリストたちが出てき始めた。 二週間以上かかって千名以上のロイヤリストを重母している間に、1779年2月14日には、オーガスタからは50マイルしか離れていないところである、ケトルクリークの戦いで、アンドリュー・ピケンズ指揮下の愛国者民兵隊に、かなりの数のロイヤリストが敗北するのを防げなかった。このことはその地域で、イギリス軍がロイヤリストを守るためには、 限界があることを誰にも分からせることになった。キャンベルはその後、突然オーガスタを去った。これは、オーガスタからすでに川の対岸にいた1000名の民兵隊に、リンカーンが追加するために派遣したジョン・アッシュと1000名以上のノースカロライナ民兵隊が到着したことに反応した結果だった。キャンベルはサバンナに戻る途中で、部隊の指揮権を、プレボストの弟である。 マーク・プレボストに渡した。マーク・プレボストはイギリス軍を追って南に向かっていたアッシュの部隊に矛先を向け3月3日のブライア・クリークの戦いでその1300名の部隊を吸収しほとんど全滅に近く追い込んだ。4月までにリンカーンは大勢のサウスカロライナ民兵隊の増援を受けチャールストンに着いたオランダ船から軍需物資の追加を受け取ったので オーガスタに向かうことに決めた。オーガスティン・プレボストの動きを警戒するために、ムールトリー将軍指揮下の1000名をパリースバーグに残し、リンカーンは4月23日に北への行軍を開始した。この動きに反応した、プレボストは4月29日に2500名の部隊を、率いて、サバンナからパリースバーグに向かった。ムールトリーは戦うよりもチャールストンに交代する道を、 選び、プレボストは5月10日には、チャールストンから10マイル以内に近づいて、初めて抵抗に遭うようになった。2日後にプレボストは、大陸軍の伝令を捕まえて、リンカーンが、プレボスト軍の進攻に驚き、チャールストン防衛のために急ぎオンガスタから戻って、来ていることを知った。プレボストは、チャールストンの南西にある島に交代し、その交代を遮蔽させるために、 首トのフェリーで残豪に入った後衛を残した。リンカーンはチャールストンに戻ると大半が戦闘経験のない民兵ばかり約1200名を率いてプレボストの後を追った。この部隊は6月20日の首トのフェリーの戦いでイギリス軍に撃退された。プレボストの後衛部隊はその目的を果たし数日後にはその基地を捨てた。サバンナ防衛戦1779年10月。 フランス軍と大陸軍は共同してサバンナを奪還しようとした。ベンジャミン・リンカーン少将が指揮をとり、デスタン・伯爵シャク率いるフランス海軍の戦隊が支援した。しかし、この作戦は見事な失敗に終わった。イギリス軍の損害が54名に過ぎなかったのに、対して米仏領軍の損害は901名に達した。フランス海軍は1776年に、 チャールストンでイギリス海軍のピーター・パーカー提督の攻撃を退けたのと同程度の防御力をサバンナが持っていることを思い知らされた。砦に対する砲撃はほとんど効果がなかったにも、かかわらずチャールストンでムールトリートリデに対する陸側からの攻撃を取りやめたクリントンと異なり、デスタン博は艦砲射撃が失敗に終わると陸軍の強襲を強要した。 この教習の際に、ポーランド人の大陸軍騎兵部隊指揮官、カジミールプラスキハクが致命傷を負った。サバンナの安全を確保したクリントンは、1776年に失敗に終わっていたサウスカロライナのチャールストンへの攻撃を再開できるようになった。一方、リンカーンは残存部隊を退いてチャールストンの防御を固めた。 第二次チャールストン攻撃クリントンはつい2780年にチャールストン対して動き3月には港を封鎖し地域の部隊を1万名に増強したチャールストンに向かうクリントンを遮るものはなかった大陸海軍の指揮官エイブラハム・ウィップル大将は8隻のフリゲート艦のうち5隻を港で自沈させ防衛のように強した市中では ベンジャミン・リンカーンが2650名の大陸軍と2500名の民兵を指揮して守っていた。イギリス軍のバナスター・タールトン大佐が4月のモンクスコーナー及び5月初旬のレナーズフェリーでの勝利により死の補給路を抑え、チャールストンは包囲された。クリントンは3月11日に建設し始めた包囲戦から町への砲撃を開始した。5月12日、 リンカーン将軍は5000名の兵士と共に降伏した。これはアメリカ独立戦争の大陸軍では最大の降伏であり、南北戦争までこれを上回るものはなかった。イギリス軍に損害はほとんどなく、クリントンは南部最大の都市と港を抑え、おそらくこの戦争ではイギリス軍最大の勝利を収め、南部におけるアメリカ軍の構造を破滅に追いやった。 イギリス軍が南部におけるこの優位を失うことになるのは1781年のギルフォード軍庁舎の戦い後にナサニエル・グリーン将軍がコーンウォリス将軍の手をすり抜けた時からだった。チャールズ・コーンウォリス将軍、ヘンリー・クリントンがニューヨークに去った後にイギリス南部軍の指揮を取った南部の大陸軍残余部隊はノースカロライナ植民地に撤退を始めたが、 これをタールトン大佐が追撃し、5月29日、ワックス法の戦いで再度破った。ワックス法の後で植民地人の間にタールトンは大陸軍の兵士が降伏しても多くを虐殺したという噂が広まった。血塗られたタールトン、あるいは血塗られたバンという名前が憎しみを持って呼ばれ、タールトンには慈悲がないと評判されることになってタールトンの慈悲が まもなく、時の声になった。この戦闘が言われているように虐殺であったか否かに、かかわらず、それに対する悪感情がこの方面作戦の間を通じて抱かれたままになった。ロイヤリスト民兵隊が、キングスマウンテンの戦いで降伏した時、愛国者の狙撃兵が、タールトンの慈悲と叫びながら、射撃を続け、ロイヤリストの多くが殺された。タールトンは後に、 この戦争についての証言を出版し、アメリカ人捕虜に対する不法行為に関する告発について取り繕い、自身を恥ずかしげもなく、肯定的な光の中に描いた。これら一連の戦闘で南部の大陸軍は組織だった。作戦行動をできなくなった。しかしそれぞれの植民地政府は機能し続け、戦争はフランシス・マリオンなどのパルチザン活動によって続けられた。 クリントン将軍は南部の指揮をコーンウォリス教に委ねた。大陸会議はサラトガでの勝利者であるホレーショゲイツ将軍を新たな部隊と共に南部に送った。しかし、ゲイツは1780年8月16日、キャムデンの戦いで大陸軍始まって以来の大敗を喫し、コーンウォリスにノースカロライナに進軍する道を与えてしまった。南部における戦争の この段階では、アメリカ側が著しい隊長になった。しかし、コーンボリスにも事態が変わり始めた。10月7日、キングスマウンテンの戦いで、彼の一翼を担っていた部隊が完敗した。この戦いは、ロイヤリスト民兵と愛国派民兵の戦いだった。イギリス軍は、ノースカロライナで大きなロイヤリスト軍を作ろうと思っていたが、その計画が挫折した。 志願してくるロイヤリストの数が減り、志願してきた者も,もイギリス軍がいなくなるとおぼつかないものになった。キングスマウンテンの結果とサウスカロライナ民兵による、打ち続く、その通信線や供給線に対する嫌がらせ、攻撃によって、コーンボリスは、サウスカロライナで、陶器宿営を張るしかなくなった。ゲイツは罷免され、ジョージ・ワシントンの一番の片腕、ナサニエル・グリーン将軍が、 南部の指揮を取った。グリーンはダニエル・モーガン将軍に約1000名の兵士を預けた。モーガンは1781年1月17日、カウペンスの戦いでタールトンの部隊を打ち砕いた優れた戦術家である。コーンボリスはキングスマウンテンの後と同様にその軍隊の一部を適切な支援もなしに派遣したことで批判された。グリーンは 弾への競争と呼ばれる一連の小競り合いや軍事行動によって敵軍の消耗を図った。これらの戦いは戦術的にはイギリス軍の勝利だったが戦略的には何ももたらさなかった。コーンボリスはグリーンがその軍隊を分割していることを知っており、モーガンとグリーンの部隊が再結合する前にどちらかの部隊と海戦を挑みたかったが、 迅速に行動する愛国者たちを追跡する中で、自軍の過剰な物資を全て捨てていった。グリーンがコーンウォリスのこの決断を知ったとき、その嬉しげな反応は、それなら彼は我らのものだ。だった。コーンウォリス軍の物資が欠乏したことは、後の困難な状況に陥ったときに決定的な役割を果たすことになった。ナサニエル・グリーン将軍。 チャールズ・ウィルソン・ピールがグリーン将軍はまず、ウィリアム・リー・ダビッドソンに900名の部隊をつけて、派遣したコーアンツフォードでコーンウォリスと対戦した。この戦闘はダビッドソンが川で戦死した時に終わりかけ、その後に大陸軍が撤退した。グリーンの戦力は弱まったが、その後も遅延戦術を貫き、コーンウォリスとその主官たちに対して、 ノースカロライナとサウスカロライナで数多い小ゼリアイを続けた。これらの戦闘で約2000名のイギリス兵が戦死した。クリーンは後に有名となるモットを戦い、撃たれ、立ち上がり、また戦うという言葉でその行動を要約した。その戦術はゆるり,りとした消耗戦でカルタゴのハンニバルの優勢な軍隊を倒したクイントス・ファビウス・マクシムスの取った。 ファビアン戦略に似ていた。最後に、グリーンは、ノースカロライナのグリーンズボロで、コーンボリスと直接対決できるだけの戦力を、感じ取った。コーンボリスは、ギルフォード軍庁舎の戦いで、戦術的な勝利を挙げたものの、その時の損失のために補給と援軍を求めて、ウィルミントンまでの撤退を強いられた。コーンボリスは、グリーンの軍隊を完璧に打ち破ることもできないでいる。 うちに大陸軍への物資の大半がこの時点までまだ手をつけていないバージニアから送られてきていることが分かった。コーンボリスはクリントンの意に反しカロライナへの補給線を抑えることで大陸軍の反抗を封じ込められると期待してバージニアへ進行することにした。この考え方は本国のジャーメイン教の一連の手紙では指示されていた。このことは 全軍の事実上の総指揮官であったクリントンを南部軍の意思決定の拉致外に置いたことになった。クリントンに情報を送ることもなく、コーンボリスはバージニアでの襲撃作戦のためにウィルミントンから北へ向かった。バージニアではその地域の襲撃に携わっていたウィリアム・フィリップスとイギリスに寝返っていたベネディクト・アーノルドが指揮する部隊と会することができた。 コーンボリスがグリーンズボロを離れてウィルミントンに動くとグリーンにとってはサウスカロライナの再制圧を始める道が開けた4月25日にホブカークスヒルの戦いでフランシス・ロードンの反撃もあったがグリーンはこれを6月の終わりまでに成し遂げた5月22日から6月19日までナインティシックスの街を包囲していたがロードンが包囲を解くために部隊を率いてきているとの 法に接して、法与を諦めた。しかし、グリーンとフランシス・マリオンのような民兵大使機関の行動で、最終的には、ロードンにナインティシックや、カムデンの町を放棄させ、サウスカロライナのチャールストン港までの支配を弱めさせることになった。オーガスタの町も5月22日に包囲され、6月6日には、アンドリュー・ピケンズや、ライトホース、ハリー指揮下の愛国者軍の手に落ち、 イギリス軍によるジョージアのサバンナ港までの支配を弱めさせることになった。グリーンはサンテ帝川のハイヒルズで舞台に6週間の休暇を与えた。9月8日、ユートースプリングスの戦いでアレクサンダースチュワート中佐式のイギリス軍と相まみえた。この戦いで倒れた兵士たちをアメリカの作家フィリップ・フレニューが1781年の死、勇敢な アメリカ人の記念に出たたえている。この戦闘は、戦術的には、引き分けだったが、イギリス軍の戦力は弱まり、チャールストンに撤退した。クリーンは戦争の残りの数ヶ月イギリス軍をそこに、国付けにした。チャールズ・オハラからコーン・ウォリスの剣を受け取るワシントン、ワシントン DC のアメリカ合衆国議会議事堂像、コーン・ウォリスは、 バージニアに着くと、ピータースバーグに残っていたイギリス軍の指揮を取った。この地域は、コーンウォリスの良き友人であり、コーンウォリスが到着する2日前に指揮をしていた、ウィリアム・フィリップスが指揮を取っていたが、その後を継いだことになる。イギリス軍の指揮官の間の通信は海に頼っていたので、この頃の所要時間は2、3週間に及び、コーンウォリスはクリントンに何も知らせていなかったので、 期待進軍軍ししてチェサピークは日帯の大陸軍補給基地を破壊しつつあると伝えた1781年3月、ワシントン将軍は、アーノルドとフィリップスからの脅威に反応して、バージニア防衛のため、ラファエット公爵を送り込んだ。この若きフランス将校は3200名を指揮していたが、この地のコーンウォリスが指揮するイギリス軍は補強されて7200名に、 なっていた。ラファイエットはコーンボリスとコゼリアを演じたが、援軍を待つマは決戦を避けていた。私は愛憎を逃がしはしないとコーンボリスが言ったとされるが、ことに反してコーンボリスはラファイエットを補足することができず、7月にイギリス海軍と連携を取るためヨークタウンに軍を進めた。コーンボリスがクリントンからの命令を受け取ったのはこの頃である。その命令では バージニア半島、当時の手紙では、ウィリアムズバーグネックと称されたところで、戦列艦を守るに適した場所を選び防御を施した海軍基地を作るということだった。この命令を実行するために、コーンボリスは罠にはまりやすい位置に進むことになった。ドグラスのフランス艦隊とワシントンとフランス軍のロシャンボー白尺の指揮する米仏連合軍が到着するに及び、 コーンウォリスは孤立してしまったことが分かった。トマス・グレーブス提督のイギリス艦隊が、チェサピー・ク湾の海戦で、フランス艦隊に敗れ、ロードアイランド植民地のニューポートからは、フランスの工場法が到着し、コーンウォリスの立場は耐えられないものになった。1781年10月19日、コーンウォリスは追い詰められ降伏した。コーンボリスはクリントンに宛てた手紙でこの惨状を、 報告した。それは次のような文で始まっていた。私は、ヨークとグロスターの地位を諦め、指揮下にある軍隊を、降伏文書によって降伏させられたことを閣下に伝えるという苦痛を味わっている。19日、アメリカの連合軍に対する戦争捕虜として、ヨークタウンでのイギリス軍降伏、フランス軍の全面的参戦、及びその結果として、コーアオリス軍の喪失によって、 イギリスの戦争遂行努力は中断された。唯一アメリカに残っているイギリス軍はニューヨークのヘンリー・クリントン指揮下のものだった。クリントンはこの敗北によって途方に暮れ、1782年にガイ・カールトンと交代するまで何もしなかった。このような衝撃的な挫折と滅多になかった海軍の敗北が同時に起こり、イギリスの世論は反戦に移行して行った。 ノース教の内閣が倒壊し、戦争の残り期間では、アメリカ大陸で目立った動きがなかった。多くの歴史家たちは、サラトガで、イギリスの運命が傾き始めたが、ヨークタウンがその嘲笑だったことについては合意している。ヒバート、C、レブルズレッドコッツ、P235 ハットロバーツ、ザ・ニューペンギン・ヒストリー・オブ・ザ・ワールド。 P723 美女の H レブルズレッドコッツ P158 ヒバート C レブルズレッドコッツ P106 エビー・ケプナー回 A ブリティッシュビューオブザ・シージオブ・チャールストン1776十六ザジャーナル・オブサザンヒストリー、ボリューム十一ナンバー一1九十四ジ P94 J. スター・リンク・ハット美女の H レブルズレッドコッツ P154 158コールマン K. エイヒストリーオブジョージアピアニッシモ77から78ジャーメインレターズクレメンツライブラリーユニバーシティオブミシガンハットリッチソン C、ロイリストインフルエンスオンブリティッシュポリシートウォードザユナイテッドステーツアフターザアメリカンレボリューションエティーンス、センチュリースタディーズボリューム7ナンバー1 P6 J スターリンク ハットレターフロム・コーンウォリス・ツー・クリントン、オーガスト・6・1780、クリントン・ペーパーズ、クレメンツ・ライブラリー、ユニバーシティ・オブ・ミシガン・ハット、ビスコーバイア、コーンウォリス、ザ・アメリカン・アドベンチャー、P315 ハット・ファーロング、P、シビリアン、ミリタリー・コンフリクト・アンド・ザ・レストレーション・オブ・ザ・ロイヤル、プロビンス・オブ・ジョージア、 1778-1782 The Journal of Southern History Vol.38 No.3 P416-442 Letter from Campbell to Clinton June あり16-1779 Clinton Papers Clemens Library University of Michigan Hutt Morrill Pianist Shimon 46-47 Hutt Morrill ピアニッシモ、48から50、モリル、ピアニッシモ、53から54ヒバート、C、レブルズレッドコッツ、246ヒバート、C、レブルズレッドコッツ、P245 ハットロジャース、T、シージオブサバンナデューリングザ、アメリカンレポリューショナリーを、ミリタリーヒストリー、マーチ1997、P6 ヒストロネットリソースハットビショの、H、 レブルズレッドコッツ、P166 ビショの、H、レブルズレッドコッツ、P171 ハット、ビスコーバイア、コーンウォリス、ザ・アメリカン・アドベンチャー、P131 ヒバート、C、レブルズレッドコッツ、P266、ザ・シーオブ・チャールストーンジャーナル・オブ・キャプテン、ピーター・ラッセル、ディセンバー25、1779、ツメイニ、1780? ザアメリカンヒストリカルレビューボリューム4ナンバー3ピアニッシモ490ジェイスターリンクハットビスコーバイヤコーンウォリスザアメリカンアドベンチャー P258 トロルトン A ヒストリーオブザキャンペーンズオブ1780エンド1781ザサザンプロビンセスオブノースアメリカ1784クリントン H. The American Rebellion 1783 Morill.P140 Titus Reviews Ador by Condor 12 The Vibe Hutt.Cornwallis An Answer to Sir Henry Clinton S. Narrative.Cornwallis wrote this pamphlet shortly after the war in Explanation of his actions.Cornwallis Correspondence Public Record Office Hutt Clinton H. The American Rebellion クリントンに情報が伝わらなかったことについて、ヨークタウンでのコーンウォリスの降伏後に起こった論争で、クリントンは、自身の弁護の主要な論拠の一つに挙げた。ビショの2001、ビショのストロングリーエンファスイゼスザットコーンウォリス、アブセンスフロムザサウスメイドザアメリカンリー・コンクベースト、ミアリー、エイマター・オブ・タイム、ビスコー・バイヤ、コーンウォリス、ザ、アメリカン・アドベンチャー、 1970コーンウォリス・ペーパーズパブリック・レコード・オフィス・ザ・デイツオーフ・レシートスルーアウト・ディス・ピリオド・オブ・ザ・オアレユージュアリー・ツー・ツー・スリー・ウィークス・アフター・ザ・デイト・オブディスパッチ・ハット・コーンウォリス C、アン・アンサー・ツー・ザ・ナラティブ・オブ・サーヘンリー・クリントンアペンドット・テーブルクリントン・ツー・コーンウォリスジューン・フィフティーンスコーン・ウォリス・ペーパーズ パブリックレコードオフィスハットコーンボリスクリントン 20th October 1781コーンボリスペーパーズパブリックレコードオフィスハットウィントローブアイアンティアーズ2005ありがとうございます